マルク・マリロベールカルプレスはビットコインの取引所であるマウント・ゴックスの CEO。フランス出身で2009年に日本に移住。フランスとイスラエルの国籍を持つディジョン主公外、首脳部に生まれディジョンで育った。母親のアンヌは地質学者。シャティオン・シュルマルヌとドルマンのコレージュで学んだ後、パリのリセに進み2003年卒業。アニメファンだったことから、 2007年に1ヶ月ほど日本に滞在し、2009年より日本在住。リンクトインによると2003年から2005年まで Linux Cyber Jr. ーー社にてソフトウェア開発者とネットワーク管理者として働いていた経歴がある。来日後の2009年、チバンネ社を設立。2011年にはマウントゴックスを買収して経営権を得た。マウントゴックスは 2013年4月には全世界のビットコインの取引量の約7割を取り扱う世界最大のビットコイン取引所となったが、同年11月にはマウントゴックスによるビットコインの払い戻しの遅延が報じられていた。2014年2月ビットコイン消失事件が発生し、マウントゴックスはビットコインの払い戻しを停止、その後民事再生法を申請し経営破綻した。 ハルプレスは当初、消失事件について、ビットコインが盗まれた可能性が高いと発言し、自身の関与を否定していたが、2015年8月1日、自身の口座のデータを改ざんし、残高を水増しした疑いで、警視庁に渡し、電磁的記録不正作出、同共用容疑により逮捕され、同月21日、顧客からの預金を着服したとして、業務上横領の容疑で再逮捕。 起訴された。2016年7月14日、東京拘置所から保釈された。2017年7月11日、東京地裁で、初公判が開かれカルプレス側は無罪を主張した。2019年3月、東京地裁は私、電磁的記録不正作出、同共用罪に対して、懲役2年6月、執行猶予4年の有罪判決。 業務上横領については無罪の判決を出した。検察側は控訴せず、横領に関して無罪が確定した。2020年6月11日、東京高裁はカルプレスの控訴を棄却した。2021年1月27日に最高裁がカルプレスの上告を棄却し、懲役2年6月、執行猶予4年が確定した。ありがとうございます。